一緒に暮らしだして数日、なぜこうなったかというと、僕のお嫁さんは寝相がワイルドである。女の子はみんなこうなんだろうか、高いのか。夜中によくお水を飲む。水を飲みに行った帰り、寝ぼけて僕の布団を奪うこともしばしば。しかし今夜は、そして現在、どうしよう。女の子ってこんなに体温高いんだ。ドリーン。しばらくそのまま眠った後、お嫁さんは再び自分の布団へと転がっていった。俺、刹那はお前を永遠に愛することを誓う。私もあなたを永遠に愛することを誓う。どうしたの母さん。ナサ君、今日は泊まっていくのよね。もちろん今日は泊まって。ところで、ん、母さんたちの寝室隣だから。え、そんなの知ってるよ。ほどほどにね。どうしたの。わかんない、なんか司ちゃん。そうか、よく考えたら今夜はこの部屋にお嫁さんと二人で寝るのか。恥ずかしいけどすっごく興奮する。本当にいいのかな。なんか法律とか違反してない。本当に大丈夫。 5 minutes later、 お休みの注意をしてください。司ちゃんから積極的に。分かったよ。しょうがないな。どうして目を開けてるの。そりゃ近くで見たいからね。見られながらするの恥ずかしい。さっきハウってすごい声が。いいから寝なさい。俺も約束破ったから大丈夫。ごめんね。もっとしたい。堀江にとって。言わない。美は俺にとって大切な人だから。ったことだよ。はい。あの、テオ様は私の気持ちに気づいておられますよね。もちろん、俺は君を愛している。アレキサンマルコ教会っていう丘の上のもう使われていない教会。あの屋敷は明治時代の建物で、とっても素敵な場所だから旦那様に見せたかったんだ。はあ、そうか。僕を選んでくれたこと絶対後悔させない。まるでプロポーズみたいだな。プロポーズだよ。大好き。手をつないで。え？フラガー！会いたかったフラガー！待て待て、俺はモロハ、ハイムラモロハ。あなたは私の兄様のフラガよ。だって私の名前を呼んでくれたじゃない。そうじゃなくて、実は俺前世の記憶がほとんどないんだ。嘘。サラシャって名前も突然頭に浮かんだだけで。そうなんだ、あなた。何やってんのよ。私という妹がいるから。できないよ。あんた人違いでキスするわけ。私だって現世じゃマナなのに。よくも抜け駆けしてくれたわね。まあまあまあ、二人とも。私の唇どうだったかしら。感想聞くのかよ。兄様のバカ、いけず、ブーブクジャガマ。女の子の間の綱あたりはお手の物だったもんね。あ
から一緒に帰るって言ってくれるの珍しいね。嬉しいけどね。あっくんが出れ気だ。しかも結構重度の。これは反動が怖いかもしれない。また出れた。え、何これ。次の展開とかなくていいの。それで寂しくなっているの。かわいい。それが本当ならなんてかわいいんだお嫁さん。チューしてるね。チューしてるな。見られたら恥ずかしいでしょ。見ちゃったけどね。うん、見ちゃった。エッチ。